はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃん !BE:FIRSTB1 Be というですねファーストアルバムを購入させていただきまして私がですね頭から聞かせていただきつつ勝手に思うことをお話ししていく動画あっという間に今日でも8本目になりますか全部で私はね初回限定版を購入してますので、えー、ボーナストラック入れて16曲 ありますので今7曲目まで来てこれで8曲目で半分ようやくねやってまいりましたけれどもこれねあのー、まあ今まで聞いた楽曲がたくさんね聞いたというのは、えー、今までのその先行配信であったりとか、えー、それから THEFIRST の中でもね、えー、それぞれのグループの時に歌った楽曲とか、えー、というのがいろいろありますけども今回のアルバムが発売されたことによって新曲というのももちろんね、えー、たくさん入っておりますが今回の8曲目の「 ミリビリでいいんですかねこれ読み方ねミリビリちょっとこうやってやっても文字ちっちゃいですよね、えー、今気が付きましたけどこの下にリリックミュージックは書いてあるんですねこれクレジットというのが、えー、だから私がちょっと前の回数の時にね、えー、7人が作ったと思い込んでいた「スクリームもそうでしたそれから「b フリーもですね、えー、よくここを見れば 7人が作った曲じゃないということも分かっていたんですけどもねはいそんなことも含めて全部私が思うままにお話をさせていただいてるというところでさあ早速8曲目ミリビリで合ってると思いますけど、えー、聞いてみたいと思いますどんな内容か歌詞カードも今私は見てますけど、えー、いつもねその楽曲を聴きながら目で追っていくまたはもうちょっと文字が小さいので聴きながらこうね意味合いを 知っていくような形に、えー、させていただいておりますのでどんな内容かは今回もわからないまま新曲だということだけね、えー、意識して聞いて,みないと聞いてみたいと思いますいいですかカミですけどそれではいってみましょう8曲目ビリビリ再生ポンさあラップで。 ワンケしかし、しかし、ないとしかし、しかし、しかて誰かし、し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 かとしかってかるしかした、しかし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 、 すごいね喋ってるもラップとはいえ喋ってるメレベレベレメレベレこれだあ吸ってるのか入ってるのかねスっと音が入てましたけどメレベレベレメレこれ歌詞どうなってるのか。メレベレメレベレ。メレベレメレベレメ。メレベレ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 メレレメレベレメレベレメレベレこれ耳に残るなこれ。 結果違いのステージスフィーャレス。いつまでも狙うもん、ウィーレそのためにしてやるべきよ、カメラのなテンだけで、だけっだからステージスタース。難しい。結果つないです。アとそうソースとなんとないです。興味なんかないです。気がつないです。なんてないです。然言ってないですけど。とこまでもない説分。この辺すごいね。正解シュート触れてください、怪獣。これは夢だ、だけで、怪獣。

マスフーに看板まだ書き回せんだよ、こたえちゃん。先頭は誰だ、さんで見てみな、バックラーこのかい、チェイス。のーショーコ、ソーショ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 ーシ s ーショーショーショ t o ョーショー o s ーショーショーショーシ s ー o ョーシ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 ョー o ョーシ Gotta get it out ーショ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 ーシ メレ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 メメメメメレメレメメレ 車急ブレーキ踏んだみたいな音で終わりましたけど <laughs> ちょっと本当に皆さんお聞き苦しい感じになってると思います本当に申し訳ございませんもう全然たどれないですよもう簡単に言ったらこれラップですからねメロディーというこうね辿ってくる音はありますけれども もうこれも本当にやるたんびにどこかね、えー、その決まりというよりかはこうその時のテンションで、えー、その辺りの音程で歌うという感じになると思いますしいやもうこれはただただもうね私がこう追っかけてなぞれるものではないのでもう途中本当に息苦しい音声になってると思うんですけどいやこれ私はね、まあ、BE:FIRST というグループをまだ知って ほんんのヶヶ月、4ヶ月目ぐらいなんで,すよでまあ「THEFIRST」というものもね見させてもらってもともと「元々カウントダウン t v でパフォーマンスしてるのを見て「うおなんかすごいグループいるぞ」っていうのは5月の頭でしたっけあれ。であれからまあその b f i r s t が結成されるまでの「THEFIRST」を見させていただいてでそれぞれのやっぱりねポテンシャルの高さで、まあ、これデビュー アルバムにしてですね本当に7人それぞれの歌唱力だったり表現力が素晴らしいなと思ってここまで7曲聴いてきましたけどもこれはこの楽曲に関しては「ミリビリ」に関しては一回も「ミリミリミリビリビリ」もちゃんと言えてないですしあの私はまあボイストレーナーではありますけどポップス系メインですからもうねこの楽曲は歌声がどうこうとか、えー、その歌い回しがどうこうとか。 そそそういううういいい楽曲ででははもうそもそもないわけですよラップというのはねリズムに乗っかってリリックというこの言葉をねうまくこうのせていくという感じの楽曲になりますので、えー、私が今聴いててはすごいなっていうふうに思ったのがやっぱり7人それぞれのボー,イスボーカル力ということじゃなくてラップ能力というかで私は全然ラップをやったことがないので誰がいいとかね、えー、すごいとかっていうことは言えないですけど 私は少なくともやっぱりこういう、うん、ラップのような歌、まあこれはもう完全にラップですけど、ラップっぽく歌うというのがね、本当に、まあ、やったこともなければできないです。で、まあ私はできないのに偉そうに言えないですけど、やっぱりポップス系を歌う人っていうのはポップス系が得意だから、ちょっとね、えー、こういうラップ系が難しかったり、まあ逆にラップの人たちはメロディーを歌ったら難しかったりするんじゃないかなという、まあ私のね、勝手な想像ですけど。でも、BE:FIRST の7人の場合は、 まあスカイさんがずっと THEFIRST の時からも言ってきているようにもう全員がいろんなことをできてでその集合体なんだっていうのをこのミリビリという楽曲を聴いた時にもうまさにそれを感じるわけですよボーカリストであり、まあ、ラッパーさんでもありダンサーでもあるっていううんパフォーマーですよねでこれが 果たしてね、ちゃんとできるグループというのはどれぐらいあるかと s、えーまあ、スカイハイさんが所属している AAA もそうですけどやっぱり、えー、メインを歌う人そしてラップ、まあスカイハイさんの場合は歌も歌えちゃいますけれどもやっぱりそれぞれのこうグループとしてはね役割があってでそれをこうしっかりみんなが役割をや,やることによってグループという、まあ、こういう形は非常にね何、えー、て言うんでしょうねバランスが良くて。 まあ普通という言い方で合ってるか分かんないですけどあよくある形だと思うんですけどもこの BE:FIRST というグループはですねみんながみんんなながが全部ができるっていうはいだから野球で言ったらばどのポジションも守るまあちょっと言えなかったね野球で言うとどのポジションも守れる人が9人全員いるみたいな感じですよね。 これはもう最強ですよ。おのおの得意不得意はあるかもしれないですけど今の「ミリービリ」という楽曲を聴いていて全、えー、編ラップですじゃあ、えー、やっぱり7人もいたら誰かがこうちょっと言いにくそうなというかね、えー、ノリに乗れなそうな、えー、言葉が言いづらそうなみたいな人がじゃあいるのかなと思いきやそれぞれの声質はもちろん違いますから特徴は出てますけれども。 いやみんな素晴らしいあの表現力というかもうラップができちゃってるんですよね。かそこにすごく驚きというのとあと途中で「グリ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 」みたいな、まあ、A メロ B メロサビで言うと B メロというふうに言うのか分かりませんけれどもの部分を歌っているやっぱこうね普通にラップしてるところの音程がものすごい上下にこう自由に動けるあの歌声は誰なんだろうか。 はい私がもう聞いたかにちょっとね声だけで誰誰とこう断言できずに申し訳ないんですけどもあの表現力はなんとなくねスカイハイさんがこう仮歌みたいので先にこう歌ったやつを覚えて歌っているかのようなちょっとベテラン感すら感じるねあのラップのこうギリ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 みたいなところちょっとこうどこだよって話でするんですけねちょっとそこ行けるかなパッと聞いてそこに戻れるかな え前半の方だとしてメレメレペレメレペレ,レメレペレメレペレメレペこれで1番終わってるからもうちょっと前かここだ前半25秒無駄に込めない山が、ま、のこのほらがらなのカロリーじゃないなショーストーリー違う勝利見つけるてっぺんはどうへ一を愛し百を作り出すその百の一に愛を移し出すここの。 低いとこから入っていって途中で「ーーって言って音程がブワーッと音程というのかな歌ってる音の高さが上がってってそこでもこうなんかカクカクじゃなくてなだらかにこう動いていくラップのフレーズなんていうのはもう私ができないからこそやっぱすごいなと思いますその引き出しの、えー、種類の多さもそうですしその、えー、なんていうんだろうね深さというか。 表現力の幅というのがねいやーこれまあでも私はね自分でまあ歌の先生というのをやらせていただいている以前にやっぱ音楽はすごくねもちろん好きなんですけどやっぱりこう聞き聞いて終わらずにこう自分で歌いたいみたいな気持ちが私個人的には出てくるんですけどさすがにこの「ミリビリはね歌えないと思います私何十回聞いて何回こう一緒に口ずさんで覚えようと思ってもやっぱこの速さの。 言葉の数に今みたいなこう、ね、音階が決まってるわけじゃないけれども動く音の高さいやこれは私はこの楽曲はもうね鑑賞として鑑賞というのは完全に勝つじゃないですよえ音楽鑑賞の鑑賞ですね鑑賞して楽しむ曲ということで何十回も消したら口ずさめるようになるのかわからないですけどもいやだからこのアルバムファーストアルバムの中にこういう曲が1曲入るというこの 7人ののの歌い回し表現力の幅の広さですよ普通に考えたらポップス系のバンドとかね、えー、グループ、まあ、ソロの方もそうですけどだったらやっぱ同じ世界観でワーッといってね、えー、まあリズムが違ったり曲調が違ったりということでまあ変化をつけてくるんですけどこんな今みたいなもろラップみたいな楽曲が入ってくることによってアルバムの幅がブワッと広がりますもんね。 でこれが何枚か出してるアルバムで、えー、いろんな新しい試みとしてやるというのだったら、えー、なんかまたねわかる気もするんですけど1枚目のファーストフルアルバムでこれだけの振り切ったというかねもうラップ一本みたいな楽曲が入ってるという BE:FIRST というグループのすごさを改めて感じた。 次第でございます全くもって歌声解説というのはできておりませんけれども私が聞いた感想ということで今回も自由に話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。